寂しい磯じまえ、お腹が緩くて回数増える、ハゲしか寝たない残念な男、毎日毎日うざいポストをするパキポキです。はい、パキポキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は日曜日ということで、お休み最終日ドドンということで、いかがお過ごしでしょうか。こちらの方面は晴れております。天気いいですね。はい、ただちょっとヒヤッとするかな、風が冷たいかなって感じです。昨日もやっぱり夕方ぐらいからやっぱちょっとヒヤッとしましたですね。はい、まあそのおかげでちょっと風邪ひいたかな、やっぱり。うちの同僚がまず風邪ひきまして、でその後奥さんが風邪ひきまして、で私って感じかな。はい、一応今薬飲んでるんですけどですね、どうなんだろうかと思っております。しょうがないね、目の前でごほごほされてたからね。はぁ、そしたら映るわとかって思うんですけど、まあそういうこと言うとね、もうすごい機嫌悪くなるんで言いたくありませんか。はい、それです原因。なるだけ離れてたんですけどやっぱダメでした。はぁ、うがい手洗いも効かなかった。はぁ、まあ、そんな感じでございました。はい、さて、今日はいい日なんでしょうね。バンキシャの後ろさんが日本橋でのイベントの告知をされておりました。またフライヤーを使っていただきました。ありがとうございます。ということで、今度23日やったかな。はい、日本橋で。トーキーさんの、旧店舗でされるのかなみたいですね。はい。こういう店舗いいなって言って憧れてた、場所でできるイベント。ですよね。東京進出ですよ。ね。なんかこう一つ一つこう夢というかね。夢と夢なんでしょうけどね、形にしていくっていうのはすごいなと思いますね。はい、じゃあこの続きはまた後で。パキポキさんのブレーキ続きですということで、だんだん息苦しくなってきたね。ちょっと熱を測りたいなとかって思ってたら、電池がないと。はい、ピリッとこう、なんですか、こうハンドガンみたいなやつあるじゃないですか、こうピリッとこうするやつ、おでことかに当てて、あれやったら 30.1 度で、どうしたんって、冷たーとかいう感じで。全然ダメでしたけどですね。でもあれですよ、母親がやったらちゃんと36度なんぼだったら、って俺死んでるとかって思いながら、スキンヘッドで効かないのかなとか思いながらですね、まあ知らんけどっていう感じになっております。さて、あとなんかあるかいな。昨日結構ライブがすごい立ち上がっておりました。長蔵さんとかサボシマさんとか、あと誰かおったよね。出てこんな。めっちゃこちょこ入ったんですよ。ゆうさくさんも立ち上がっとったよね、確かですね。エンさん、クレイジーショップエンさんも立ち上がっとった。昨日はあれをされてたな。ちょっと、路線変わったのかな。またしてましたよ。あと誰か、ライズコーデックスさん、てつさんですかね。もされておりました。で、3人でされておりましたですね。結構年齢不詳の方多くて、自分より、若いのかな、年なのかなっていうのがちょっとわからないっていう時あるんですけど、意外とっていう方は結構多いですね。まあ長蔵さんも若いよね。同級生ってよ、もう知ってあれですけど、それ聞かなかったらわからないね。あの
かしいしね。うん、言ってることはもうおっさんですけど。まあ、長蔵さんもね、ずっとライブを続けてるのに170人ぐらい来てましたかね。はい、エンさんが自分が見た時は10、20人切ってたかな。あ、結構もうほぼほぼ長蔵さんが持っていっとったのかなとか思いながらですね。で、A さんもアイコン変えたからちょっと分かりにくかったんですね。うん、みんな分かってないんじゃないかなと思うんですけどですね。意外とあんまりアイコンって、長蔵さんのやり方いいですよね。色を変えていくっていうのは、あれはすごくいいんじゃないかなと思うんですけどですね。翔子さんかな。翔子さんが作ったアイコンなんですけど、あれはいいと思いますね。はい。今日は黄色とかね、今日は青とかって言って、こう、時期によってこう変えるっていうのは、あれはいいんじゃないかなと思いますけどですね。はい。私はもう真っ暗ですからね、もう最初のままですんで、ちょっとよくわからないですよね。はい。まあ、それでいこうかと思っております。はい。さて、明日月曜ですね。はい。また来週、また一週間始まっちゃいますね、皆さんですね。はい。私は水曜まで仕事なので、7連休。に限って体調崩すというね。はい。まあ、ザムントのザマーミローですよね。はい。皆さんも体調管理気をつけて、お過ごしくださいませ。ということで今日はこんな感じで終わろうかと思います。お疲れ様です。Take care, ninja!